ね。それでは勝ちました。タイガース岡田監督に伺います。うん、まずは監督打線ですけれども。十四安打八得点奮起しましたね。えー、まあ奮起というか。初回ね。おお、ツーアウトになって。まああの、ね。ノイジーもあのエラーになったんだけど。 まあ、あの一点は、あの大きかったですね。やっぱりね、はい。相手のミスがありましたが、その後六番の前側がタイムリーも出ました。うん、大きかったですか。いや、いや。ね、今日左だったんでね。あんまりね。もうちょっと楽なところで、打たそうと思って、六番に来たんだけど。三番もね、は、う、い、ん。まあ、でも、ね、あの最初の打席でね。まあ、でも、追加点というかね、二点も大きかったですね。 そして監督が3番に抜擢した渡辺がホームランを含む3安打三打点です、はい、いやいやあの、ね、糸原と2人で、ねまあ、右、左あるんですけど、まあ、当然、ね、最初から、まあ、打順もあったんですけど、ね、もうそれはもう思い切って渡辺3番いうんで、えー、やりましたけどね。はい え、今日はそれぞれバッターがヒットが出ましたけれども、ええ、中野が4安打、塁に出まして、打線に勢い,出ましたかいやいや、もう久しぶりじゃないですか、あの猛打賞というかね、うんまあ、だからね、一時期の,この,、ね、あの悪い、ね、ちょっと調子ね落ちてるんですけど、まあ、みんなだいぶねあの、ちょっと盛り返してきたんで、よくなる、ね、傾向にあるんで、うんまあ、それをね、悪いのが短い期間でね、ほかかったと思ってますけどね。はい 投げる方では村上が7回無失点、はい、投球内容、どう見ていましたいやいや、あの球が少なかったんでね、あこうなるほうまでもね、すっといけばと思ってたんですけど、まあ、点差もあったし、ね、あの今回ちょっと感覚をかけたんでね、えー、まあ、ね、それもいいときのね、そういうね、ボールも戻ってたし、ね、まあ、コントロールもそうですけどね、うん、まあ、今日はもうあの回でね、もうお役御免ですね、あ、は、れ、い、ね。はい 7回ツーアウトマンリーフルカウント最後粘りましたね。うん、いやいやだからあそこでね抑えるかね打たれるかっていうのはまあこれからねまだまだねローテーシ星を投げていかないといけないんですけどまあそういうね大事なところでの踏ん張りっていうかね、うん、そういうのはもうすごく自信になっていくと思いますね。はい、今日勝ちまして6カードぶりに勝ち越しで明日から東京ドーム再演戦です。はいはい、えー、そこに向けて最後一言いただけますか。いやいやまあ 今日にも久しぶりなんかな、本当に、交流戦あったけど、ああちょっとね、みんなが上向きになってるんでね、いい勝負したいと思うし、まずね、明日は西潤が久しぶりの選抜なんで、すごい良かったんでね、この間のブルペンも、ちょっと明日はね、ピッチャー、西潤にお書き期待したいですね。楽ししししみにしていいまます岡田監督でしたた、ね、ありがとうござ 嗯。<noise> <noise>